長草天神社は、愛知県大府市にある神社である。下軍英秘の将の児童、藤田民部は、1494年に、家人たちに長草の地の開墾を命じ、同時に、柿部の邸内に祀られていた、菅原道真を、同年6月19日にうぶすながみとして迎えたのが、長草天神社の起源とされる。明治5年に、孫社、明治40年10月20日に、 新鮮平白とも神神社に列格される。長草天神社の霊祭は創建された明王3年から明治43年まで旧暦の正月25日に行われていたが、現在は2月25日の直前日曜日に行われる。霊祭にはどぶろく祭りが行われる。長草天神社どぶろく祭りは霊祭に行われる祭礼で、 大伏指定有形民族文化財となっている。ドブロク祭りの歴史は、1494年に自党が寄進した友田の収穫前でドブロクを醸造して神前に備え、その後例祭にて高新酒を宇治子や参拝客に振る舞ったのが始まりとされる。漢文5年に時世に従い醸造を休止した。ところが、村内で伝染病や悪液が流行したため、 1668年に、ドブロクの醸造が再開され、現在に至っている。この再開は、当時の自党名府士官、市村伝兵城、勝幸の首相とされている。ドブロクの醸造は、長草地区で6組に分かれている酒元組が、ドブロクの醸造を隣番して、境内の酒造所で1月上旬から醸造が行われる。霊祭の当日は、午前中に、 神前での式典が行われ、式典が終わると、神官や役員が飲酒し、続いて、うじ子の接待となる。午後になって、一般の参拝客にも振る舞われる。酒の好きな空想上の動物、症状が境内を練り歩くほか、投げ持ちなども行われる。午後5時ごろ、翌年当番の組に土ブロック作りの道具が引き渡される、当渡しの儀式が行われ、礼祭は終了する。 ありがとうございます。